バルター・ハインリヒ・アルフレート・ヘルマン・フォン・ブラウヒッチュは、ドイツの軍人。最終階級は、陸軍元帥。ドイツ国防軍の第二大陸軍総司令官を務めたが、モスクワの戦いの最中に、ヒトラーにより更迭された。シレジア貴族のプロイセン王国騎兵大将、ベルンハルト・フォン・ブラウヒッチュとシャルロッテ・フォン・ゴルドンの間に生まれた。士官学校を卒業後、 1900年に、ベルリン・シャルロッテンブルクのエリザベート妃この絵的男兵第三連隊に一年志願の、少位として入営。翌年、このエや砲兵第三連隊に転属。1903年に、砲兵学校で学ぶ。1905年、シュパンダウの重機工場を監督。1908年から翌年まで、第三このエや砲兵第三連隊。 第二大隊で副官。中尉に昇進。1909年、陸軍大学で学ぶことなく暫定で、参謀本部付となる。1909年から1912年まで、このエア砲兵第三連隊で、連隊副官。1913年、正式に、参謀本部に転属し大位に昇進。 第一次世界大戦勃発後、第16軍団参謀に転じる。1915年、第34不評師団参謀。1917年、交代しつけ特務参謀。しかしすぐに総司令部第7課に転属。同年第11不評師団参謀。1918年2月、交尾第1この絵師団参謀。同年8月、 神備この絵軍団参謀となり、少佐に昇進。終戦後は、バイマル共和国の国防軍に採用され、第二軍管区教育部付け参謀となる。後、第六砲兵連隊で部長。1925年、中佐に昇進。1927年、ミュンスターの第六軍管区参謀長に補えされる。翌年大佐に昇進。 1929年、国防省兵務局教育部長に就任。1931年、少将に昇進。翌年、砲兵総監に任命される。1933年のナチス政権樹立の後、第一軍管区第一不評師団司令官に補えされる。翌年、中将に昇進し、ドイツ再軍備宣言後の1935年には、 1> 第1軍団司令官に就任。1936年、砲兵大将に昇進し、翌年来ツヒに新設された第4集団、司令官に任命される。ブラウヒッチュとヒトラー1938年に、ブロンベルク秘免事件が起き、陸軍総司令官、ベルナーフォン・フリッチュが秘免されると、公認に、ブラウヒッチュが、第2大陸軍総司令官に任命され、 上級大将に昇進した。1938年から1941年まで、勤め、ヒトラーの戦争政策に追従する。第二次世界大戦初期のポーランド、デンマーク、ノルウェー、オランダ、ベルギー、フランス、バルカン半島諸国との戦闘で勝利を収めた。フランス戦勝利の後、陸軍元帥に劣勢られる。1940年12月には、 同盟国である日本より、航空総監権航空本部長、山下智之陸軍中将を団長とする大日本、帝国陸軍報読団とベルリンにて会見、ブラフイツ地元水閣下の最所の日本等を送られている。1941年に、バルバロッサ作戦で、独ソ戦が始まると、戦略をめぐり、ヒトラーとブラウヒッチュは、見解の相違が大きくなった。 しかしブラウヒッチはヒトラーの強気の作戦に異論を差し挟むことができず何度も解任を申し出るようになった。12月にモスクワ攻略に失敗して退却を許さないヒトラーと対立するとついに解任された。公認の陸軍総司令官に自ら就任したヒトラーは彼を役立たずの臆病者と語った。ブラウヒッチはその後軍務に就くことはなく ボヘミアの陸軍演習場にあるカリバで陰性した。1942年9月26日に朝日大受賞を受賞。終戦後、イギリス軍の捕虜となり、ニュルンベルク裁判では主要戦争犯罪人の裁判に承認として出廷した。ついで、自らも主要戦犯として裁判が行われることになったが、改定を待たずに、ハンブルクで病死した。 29歳の時に、小縁主の娘エリーザベト・フォンカルシュテットと最初の結婚をして、カズオ・マンフレート・フォン・ブラウヒッチュと、カズメ・シャルロッテ・リューファーが生まれた。夫妻は1938年に離婚し、同年行政裁判所長の娘と再婚した。オイ・マンフレートは、カーレーサーとして活躍し、1937年のモナコ GP で優勝した。ありがとうございます。